皆さんこんばんは。私たちまた今度日本に帰ってくることができて大変に嬉しく思います。43年ぶりで我々のバンドが一番になるということになって大変に嬉しいお土産だと思って私喜んでたんですけども、またその反面日本の人たちが喜んでくれなかったら私はなんとなくやっぱり寂しいなという気がしましたが、こうやって皆さんがたくさんいらしてくれたのを大変に同じそういう意味で大変に嬉しく思います。どうもありがとうございます。この次の曲は比較的に古い曲なんですが、日本でもスイングジャーナルから1位に選ばれて、去年国際批評家たちの間でもってやはり最優秀ジャズアルバムとして選ばれました。インサイツの中から墨絵を演奏いたします。